はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、新マスクラマスオのマインクラフトパート6やっていきたいと思います。まだパート1からパート5見てないよという方はですね、再生リストを作りましたので、そちらからぜひチェックしてみてください。はい、ということで早速やっていきましょう。で、今回はまた冒険をしていきたいと思います。でね、今僕がどこにいるのかと言いますと、こちらメサに来ました。前々回の動画でね、紹介したこちらのメサなんですけど、ここに来たのにはね、大きく分けて2つぐらい理由があります。1つ目がこちらですね。このテラコッタを集めるために来ました。でね、皆さんからね、たくさんのコメントいただきまして、マスオさん早く拠点作りなよっていうね、コメントいただいたんですけど、やっとね、今回ね、どんな拠点を作りたいか、イメージ湧いてきました。このテラコッタを使って、今回はね、拠点を作りたいと思います。このテラコッタ焼くと、すごく色が変わって、なんかいいらしいんですよね。そう、今まで、そのテラコッタを使って、僕、拠点って作ったことないんですよ。で、黄色とかさ、赤とか白とか焼くと全部色がまた変わるらしいんで、やっぱりね、マインクラフトを始めたんだったら、今までにね、やったことないことなるべくやりたいなと思って、今回はこのテラコッタを集めまくって拠点を作りたいと思います。ですが、今回ね、集める動画ではなくて冒険です。というのも、見えますか、後ろ砂漠があるんですよ。赤い砂の砂漠じゃなくて普通の砂の砂漠で、今回あそこに冒険しに行きたいと思います。行きましょう。まあ、そのね、そのメサに聞いた理由の2つ目がね、この砂漠に行くなんですけど、まあこの砂漠に行って砂を集めたいなと思って、はい、行きました。ガラスですね。拠点作る上でやっぱりガラスって必要じゃないですか。ガラスあることによってね、すごくこう、なんて言うんですかね、綺麗な空間、うん、きらびやかな空間がね、出来上がると思うんで、はい、砂漠の砂を集めに行きたいな、っていうことで、こっち、うわー、びっくりした、エンダーマンだ、来てます。うぅ。で、こっち、まだ来たことないところなんで、さらに砂漠の奥に何があるのか、そして砂漠にはピラミッドなどあるのかなんかもね、すごいね、楽しみにこう、今ね、こう、行ってるんですけど、ジャングルとかあっても嬉しいですよね。あと、氷海のエリアとかあったら嬉しいなーっていう感じです。よし、泳いで。じゃーん！ということで、砂漠着きましたー！ここが境界線ですね。赤い砂の砂漠とメサとの境界線になります。いや、結構ね、遠くまでこれ旅してきてますよ。歩きでは。うん、かなり遠い。ところまで来たんですけど、こっからね、砂をすぐ集めるんじゃなくて、砂漠を少しだけ探検してから行きたいと思います。ピラミッドとかないかなって思ってるんですけど、ないかな？あったらね、すごく嬉しいんですけど、ピラミッド。でもこのバージョンだとないとかあるのかな？わかんないんだよね。レッドストーンが全然見つからなかったりとか、結構バージョンによってとか、マインクラフトによって違うんだなってことを最近痛感してるんで、なかったら、でね、初めてこの前知ったんですけど、この Windows バージョンでは、盾は今使えないらしいですよ、盾。うん。あれ、なんで盾作れないんだろう、なんで盾作れないんだろうと思ってたんですけど、盾ないらしいっす。だからびっくりだよね。盾ないってね、不思議すぎる。っていうか、この砂漠狭いな。あそこピラミッドじゃない？奥。なんか建物あるよ、あれ。やったぜ！あれ、そうだよな。てか、砂漠狭。笑えるぐらい狭いわ、これ。一瞬だ。あれ、そうだよね。やったー。ピラミッドっていうか、なんか建物だよね。いや、帰りがめっちゃおっかないわ、マジで。帰れるのかどうかっていうね。まあ、メサに行けばね、松明置いてあるから帰れるとは思うんですけど。よし。こちら側ですね。あれは村、ピラミッドだよね、あれね。やったー！かっこいい。すごい！じゃーん！ということで、ピラミッド発見しましたー！っていうかさ、このピラミッドかっこよくない？砂漠にあるはずのピラミッドなのに、
ここ水に囲まれてるっていうね。でピラミッドの下の方ってあんまり見たことなかったけど、ちゃんと下の方までこうなんか囲まれてるんですね。早速ではピラミッド入っていきましょう。さすがにもうね、俺ピラミッドのトラップになんか引っかからないから任してくださいよ。危ないんだよね。まあ踏んで上に上がろう。ちょっと行きますよ。面白くないね。まあいいよそれでも。わーっわーっあっあっどうだ、あれ、もう何年やってると思ってんすか。フラグじゃないからね、一応言っとくけど。はい、ピラミッドありました。そしてこのピラミッドにはですね、皆さんもご存知の通り、ここを掘ると下に行ける道があるんですよ。で僕は昔普通にね引っかかって、ピラミッドでやられたことあります。壊しながらね、道をちゃんと作りながら行こう。嬉しいなぁ。レッドストーンとかあったら嬉しいなぁ。やったやったやった。マジで嬉しい。まあね、皆さんマス面白くねえよと思っちゃうかもしれませんが、これ壊せばいいのか。はい。まあ来ましたね。お、金のリンゴ、これはナイスだ。まあ糸と火薬か。まあそこそこなアイテムっていう感じですね。まあ一応回収していきましょう。肉はいらないかな。糸あんまり持ってないから糸は回収したい。まあこんな感じですかね。火薬そんないらないけど、まあ回収しといてもいいかなっていう感じかな。これでいっか。2つ目、せーの、パカーン。お、金のリンゴ2つ目、砂ですね。なんかアイテム渋くない？思ってたより。こんなもんなの。怖い怖い怖い。ここ踏んだら爆発しますからね。危ない危ない危ない。せーの、パカーン。鉄かー。あ、こんな感じなのか。火薬は多いなー。やっぱここ爆破のために準備したところってことか。よしよしよし。お、やったー、馬の鎧かー。いや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 、ちょっと地味でしたね今回ね。はい、ということでね、意外としょぼかったこのピラミッドのお宝なんですけど、ここでマスオチャレンジ。まあ何をやるのかと言いますと、この加圧板を踏みます。そしていち早く上に上がって爆発を見届けるというね、視聴者さんも僕もハラハラなチャレンジでございます。昔これやって上まで登りきれなくて失敗してやられたことがあったんですよ。だからその教訓もあるから、今回は絶対に上まで登れると思うんですけど、この爆破を見届けたい。はい、ということでマスオチャレンジいきましょう。はい、ぜひね皆さんもね、マインクラフトやるときはこのねマスオチャレンジやってみてくださいね。いきますよ。踏んで一瞬で上に上がるね。 OK ですか。いきますよ。 3,2,1わー、ゴー、シュッ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 、おへー、あお、食らったけど食らったけど、いけたね。マスオチャレンジ危なかった。いやー、お、あ、よかったよかった、大丈夫だね。ということで、まあね、砂漠墓嵐マスオでございました。いやー、やっぱ面白いなー。このねー、バカでしょ普通に。今の宝箱のね、加圧板踏むのね。バカなんだけど、やりたくなっちゃうんだよねー。やっぱりね、生粋の冒険家なんで僕は。どうしてもね、やりたくなってしまう、今のところ。はい、ということで、もうそろそろ夜になるか。じゃあ一回寝て、もう少し探索してみましょうか。何かないかなー。すごい、森を挟んでまた砂漠みたい。この山登ってみたいなー。おー、すごい、てっぺんだてっぺん。
砂漠を見渡せる山のてっぺんにマスオは立つ。すごーい。こういう世界がこの砂漠の周りには広がってるみたいです。っていうかバイオームめっちゃ多いですね。砂漠、あ、ピラミッドが見えるんですが、ピラミッド見えるよ、あの奥に。やばい、また行こう、あっちの方ね。すごく豊かなね、そういうワールドに今来てるんだなってことをすごく実感しますね。あのピラミッドも楽しみだなね、いつか行こう、今回ではなく。はい、ということで今回はこちらで終わりたいと思います。で、砂集めて、テラコッタ集めて、はい、動画外でね、なるべく集めて帰って次回あたりね、うまく拠点を作れたらなーなんて思ってます。はい、ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。はい、楽しみです、拠点作り。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。